フォートナイトファンの皆さん、チャプター5シーズン3のティザーがついに公開され始めました。今回はシーズン3で登場が予想される新要素を紹介します。新しく公開されたティザーには新スキンとロケーションが見られます。スキンはトレーラーに登場した人物になると思われます。これで3人目のバトルパススキンとなりそうです。そしてチャプター2シーズン2で登場したザ・シャークのリメイクようなロケーションも見られました。とても人気なロケーションになりそうです。チャプター5シーズン3の最初のゲームプレイの断片で目撃されたのは新しい回復アイテムです。これは特定の範囲内にいる複数のキャラクターやユニットに対し効果を発揮し、おそらく速度が上昇する効果かもあると思われます。フォールアウトのヌカコーラとのコラボかもしれませんね。次に新しいアサルトライフル、これはエモーで改造できるコンバットアサルトライフルの可能性があります。戦場でのカスタマイズが楽しみな武器になりそうです。また新しい火炎ベースの武器が登場、おそらく火炎放射器でしょう。さらに先端にハープーンのついた新しい重武装の武器も見られました。強力な一撃が期待できます。そして新しいレーザーライフル、これはおそらくファラウトに基づいたデザインです。未来的な戦闘が楽しめそうですね。保管庫から戻ってくるのはミニガンとコンバットショットガンです。おなじみの武器が再び戦場に登場します。そして T60 パワーアーマーが少なくとも3つのスタイルで登場。1つは基本的なパワーアーマーで、他の2つはフォートナイトのレッドナイトとブラックナイトに基づいたものです。スヌーティーステップが破壊され砂に覆われるという大きな変化も予想されています。シーズン中にアイランドの南西側全体にいくつかの大きな変化が起こるでしょう。ここはシーズン3で新ランドマークへと変化する予定です。そしてチャプター5シーズン3バトルロイヤルスターターパックと新しいフォートナイトチャプター5シーズン3 Save the World Starter Pack も明らかになっています。これからのフォートナイト、ますます目が離せませんね。シーズン3の新要素をお楽しみに。